こにこハロー、ゆうです。はい、今はゆうはね、とある、都内のホテルにいますってことで、今、夕方ぐらいに着いたのかな。で、その予約していた、ご飯屋さん、レストラン、中華なんですけど、そこがね、7時半からなので、今だいたい6時半ぐらいかな。そうで、まず一風呂お風呂に入ろうと思います。で、まずね、皆さんに見せたいのが夜景なんですよ。そう、お部屋から見る夜景がね、まあまあ綺麗なので、お見せしたいと思います。はい、そうあのね、桜、そう都内はね、もうね、桜がね、満開に近いぐらいかな、八分咲きぐらいまで来てるんだよね、桜。そう、桜並木が近くにあってめっちゃ綺麗なの。そう、いやー、まさかね、見れると思わなかったから嬉しかったんだけども、見える夜景、ちょっとね、見えづらいかな、どうですか、ちょっと反射して見えないかな、ちょっと待ってね、はい、どう、なんかちょっとだけね、一番奥の方に、ちらっと、なんだろうね、あれ東京タワーじゃないけど、なんだろう、なんかタワーが見えるとイルミネーションしてると、向かいに、あれはね、大学かな、早稲田かな、ちょっとわかんないけどそうですね、はい。で、こっち行くとってね、見えないね、ちょっと待って、見えるかな、こっち行くと、こっちはこんな感じです。うん、綺麗だね、うん、はい、はい、ということで、今は、ちょっとくつろぎ中なんだけども、ではお風呂に入っちゃおうかな泡風呂なの。いつぶり、撮影ぶりかな、写真集の撮影ぶりに泡風呂に入るので、くつろいだところなので、今から夕食前のお風呂に入りたいと思います。では、脱ぎます。お待たせしました。さて、ここがね、さっきが、ベッドルームのお部屋、そう、スイートルームなんで、ベッドルームとリビングと、あとはここ、バスルームが分かれてるのね。そう、よくない？綺麗だよね、この感じもね。そう、洗面台が2つもあるわけよ。いいよね、そこもね、なんか、一つのなんかこう、お家に来たみたいな感じ。はい、よいしょ、じゃあ脱ごうかな。今から、ちょっと一風呂入りたいと思います